あわら市滝地区。屋根に並ぶ青みがかった瓦は福井特有のもの。この辺りでは越前滝瓦と呼ばれています。昭和の初め頃、この集落は瓦の一大産地として栄えていたのです。およそ220年前に作られた貴重な瓦が残っています。赤い瓦は滝瓦の原型。江戸時代に始まった瓦作りは改良を重ね、雪に強い福井の瓦として発展、全国へ広がっていきました。レンガ作りの頑丈な釜は昭和初期に使われていたものです。この辺の土が良かったんですね。弁砂地という赤い土がその瓦に最も適したというふうに伝わってきております。越前でだいたい3分の1ぐらいは視野を占めておったと。滝地区にたった一軒だけ残る工場跡。昭和23年の福井地震でこの辺りは壊滅的な打撃を受け、工場は次第に廃業。平成に入ると作る人もいなくなりました。職人が一枚一枚魂を吹き込んだ滝瓦、美しい家並みが当時の面影を伝えています。